クシシュトフ・ソシンスキーは、ポーランドの男性総合格闘家、ポトカルパチェ・ケンスタロバ・ボラ出身、カナダ・マニトバ州在住、レイニ MMA、チームクエスト所属、元 TKO 世界ヘビー級王者、クリストフ・ソジンスキーとも表記される。10歳で、ポーランドからカナダのマニトバ州ウィニペグに移住。高校時代には、カナディアンフットボールとサッカーを経験するが、後にボディビルとプロレスを始める。バッドニュース・アレンに弟子入りし、しばらくはプロレスラーとして活躍していたが、ブラジリアン柔術を学んだことをきっかけに2003年に総合格闘技へと転向した。IFLには2006年の旗揚げ戦から参戦し、バスルッテン率いるロサンゼルスアナコンダズのヘビー級選手として試合を重ねた。2006年9月29日、TKO 世界ヘビー級タイトルマッチで、イチョウ・ラレナスと対戦し、ドクターストップで TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2008年は、UFC のリアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン8に参加。マイク・スチュワート、カイル・キングスバリーを破り、ベスト4に進出するも、準決勝では、ビニシウス・マガリャイスに敗れた。12月13日のザ・アルティメット・ファイター、チーム、ノゲーラ vs、チームミアフィナーレでは、シェインプリムにチキンウィングアームロックで一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年4月18日、UFC97 で、元 WEC 世界ライトヘビー級王者のブライアン・スタンと対戦し、チキンウィングアームロックで一本勝ち、2戦連続で、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。5月23日、連続参戦となった UFC98 でアンドレ・グスマンと対戦し、右ストレートでダウンを奪いパウンドで追撃し、TKO 勝ちを収めた。8月29日、UFC102 でブランドン・ベラと対戦し、0-3の判定負けを喫した。2010年2月20日、UFC110 で、ステファン・ボナーと対戦し、カットによるドクターストップで TKO 勝ちを収めた。その後7月3日の UFC116 でボナーと再戦したが、顔面への膝蹴りでダウンし、パウンドで TKO 負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年11月13日、UFC122 でゴラン・デルジッチと対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。2011年12月10日、UFC140 でイゴール・ポクラヤッチと対戦し、スタンドパンチ連打で自身初の失神小負け。試合後に引退を表明した。2014年8月16日、出演したテレビ番組でパンチドランカーの症状が発症したため正式に引退を表明した。ありがとうございます。